でしたっけ。びっくりした。なんかこの間僕が勝手に予告で腕相撲するっていう話じゃないですか。勝手に、あ、そう、ね、今日もゲスト呼んでるんですけど、あの僕一人じゃ心もとないので、さらに岡本を投じて、はいはい、実際ね、ちょっと戦っていこうかな。リオより岡本の方が絶対力は強いから、なんか、ね、今日リオ質量が違う、急に強い、一緒っすよ、体重、シュンさんと、シュンさんと、シュンさん圧縮した、圧縮したらこうなる、シュンさんが早く肩を伸ばしたらこうなる、ここは伸ばしたシュンさん伸びますね。お願いします、お願いします。いや、すいません、連続でお呼びして、お願いします。早速、はい、やっていこうかなって思うので、ちょっと準備します。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。これではいけませんね。お本気で来てくださいよ。もう絶対、ちょ待って。頑張れよ。ちょ、肩折れ、これ。いいですか。はい。待ってよ。レディーゴー。わー、痛っ、痛い。よっしゃ。え、肩、いや、まあ今声聞いたら分かるやろ。いや、まあ今までどうやってきたんだよ、マジで。瞬殺、瞬殺力を入れようとした瞬間には、はい、もう気づいたら腕変な方向向いてる。じゃあ第2回戦できますか。うん、第2回戦先に力入れてたら勝てるんじゃね。行くよ、先にレディーゴー。嘘つくのやめてもらっていいですか。痛い、硬い、痛い、硬い、硬い、あの今ね、遊んでくれてたんで、遊んでくれてた、遊んでくれてた、ちょっとなんかスタートって言われる前にもう行ってるかなとか思ったんですけど、どうかね。怖いわー、岡本。ちょっと成功したんですけど恥ずかしい。だって悪いけど、運転の差だったなんか、その1ミリも欲しくない。力強すぎて、なんか俺が入れてるんかどうか分からない。そう壁と対峙してる、入ってるみたいな、壁を知ってるみたいな、行ってるみたいな。2人面白いよ、強い。跳ね返ってくるってことだね。そうなんですね、ここでね、壁を知ってるみたいなね。そうなんです。へっ、ということで、赤嶺さん、こんにちは。ということで、早速真剣勝負を始めたいと思うんですが、やってください。わかりました。はい、腕相撲。腕相撲そんなやったことないんだけど、そもそもスタンスもわかんないですけど、大丈夫です。大丈夫です。本当に僕は 100% でいきます。いつもどおり。あ、もう遠慮はマジでしなくていいです。はい、本当に意識変えずに、はい、準備よろしいでしょうか。はい、ゴー。いや、今はアマチュアの。ちょっと待って、あれ私アマチュアのチャンピオンです。あれ、いや、なんか違うんですよ。なんか違う。違う、多分なんか違う。腕相撲って腕がこうなんですけど、人が飛ぶんですよ。いや、
人がこう言っちゃったから腕相撲してくんない。腕相撲もしてくんない。腕相撲してたよ。いや、なんか感覚としては腕相撲ではない。え、もう僕あの変な感覚で今普通ここなんですよ。はいはいはい、はい、緊張する時ってこういう壁が来るんですよ。そうですね。ここを固定化されたままこっちからやられてるんですよ。だから僕が内側から僕がいくら力入れてもここじゃないから、こっちからです。こういう感じの感覚が、だから筋力とかじゃない気がする。筋力だったらまず感じないね。でどうすればいいのか、な対処法が分かんない、これは。普通に腕相撲してもらっていい？ここに言ってみたいわ。じゃあこれさ、悔しいよ、マジ。さあ、行きますよ。レディーゴー。なるんや。あ、まあちょっと僕は分からしてあるっすわ。ん？え、まあ、さっき負けたんだよね。ね、その意味が分かんないんだ。なんでリオってやるの？リオってやればいいの？いきますよ。はい、よーい、その今僕ここで押さえてたんですよ、うん、で、より、レディーゴーで始まったらリオが降ってきた。上からボーってなんかあれか、2人一遍とかでもいいんじゃないですか。僕が感じてる限りだともうこういうチョークじゃないんで、多分2人で対応できるくらい隙があると思います。はいはいはい、なるほど。僕が吹っ飛んでるんで、2人寄り添って男2人がかりで女倒すぞ。いいか、大丈夫か、下敷きだ。さあ、今の発言出すぞ。倒すぞ。多分この感じだと下敷きになるいけてる。え、いや、逆よりいいでしょ。あ、そっか、いや、すいません、買ったらいいな。視聴者が気になると思うんで、そのリズムを。はい、